7.5cm パック41は第二次大戦中にドイツ軍で運用された対戦車砲である。1939年の 7.5cm 対戦車砲開発計画に従ってクルップ社が開発し、1941年に採用されたゲルリッヒ砲である。方針は内径が 75mm から 55mm へと先細りしていて、砲弾は 輪縁が削り絞られた状態で方向から出される。PZGR-41 の走行間鉄力は、明中角90度の場合、射程距離1000メートルで177ミ、mm、リメートル、1500メートルで149ミ、mm、リメートル、2000メートルで124ミ、mm、リメートルだった。しかし、方針の摩耗が早く、方針寿命は約400発に止まっている。また、 作薬量は7 5トル SPRGR34 の約27%に止まるが専用の榴弾である7 5トル SPRGR41 も製作されていた。全体の構造は独特で、二分割型開脚カウボー立てに直接接続することで重量の軽減と生産の簡易化を図っている。後に、この構造は、 アメリカ軍の 90mm 対戦車砲 T9 に影響を与えている。また方針は3分割式で摩耗しやすい円水部だけ交換できるようになっていた。貴重なモリブ電工を必要とするほか PZGR41 製造に不可欠なタングステンカーバイドは海外からの輸入だよりで大量生産が認められなかった。命中制度にも問題があったとされている。 主要装備となった7 5トルパック40が重大な敵であった T-34 中戦車に対抗できたため、本法はわずか150門の限定生産に止まった。ただし卓越した火力は、キロボルト -1 中戦車に有効で、7 5トルパック40における有効距離の倍の1 0 0 0ルでも、 正面撃破できた。車高光はタイブが廃棄されたが、数門のみ、ラインメダル車性の通常方針に換装している。車載版の 7.5cm KWK41 は複合戦車への搭載も計画されたが、タングステン割り当ての都合により開発中止となった。なお、日本も 7.5cm パック41の設計を参考にして、 1943年7月に、下式 75mm 対戦車砲として、開発へ着手し、などへの搭載も検討していたが、多段の方が優先され、1944年7月に、計画を中止している。ありがとうございます。